久保さん。あのですね。まあ、これ、小野田さんにも言ったんですけど、あの、多分、セルシオの満タン、いくらですかね、ハイオクで。多分、ハイオクだと思うんですけど、まあ、8000、9000するでしょうね。まあ、僕の GTR も満タン入れると8000円ぐらいするわけですよ。で、今回ね、ジェットスターでキャンペーンやってまして、往復でその取ると、片道が132円になる。 片道円になるんですよで僕は一番安いプランを取れるんで、まあその曜日選べるんで、まあ一番安いのは鹿児島から東京間3000今900円とか700円なんですよ。で、次の片道分130円なんですよ。で、決済手数料とか入れて、まあ合計6000円ぐらいなんですね。決済手数料ちょっと高いんですよ。クレーカーで決済すると600円ぐらい取られるんですけど、700円とか。まあしょうがないですね。 なの、まあ、それで、手すり入れても、6000円ぐらいなんですよ。6000円です。久保さん、6000円で、鹿児島から東京まで行って、東京から鹿児島まで帰ってくれるんですよ。これ尋常じゃなくないですか、久保さん。<laughs> 6000円で、鹿児島から東京まで行って、東京から鹿児島まで帰ってこれるっていう、6000円ですよ。異常事態ですね。<laughs> これやばないですか、これ。 どういうことやもうジェットスター僕潰れんじゃないかなと思ってんですけど、これ毎回キャンペーン最近超やってるんですよね、ジェットスター。ジェットスターメールめっちゃ来るんですけど、めちゃくちゃキャンペーンやりまくってるんですよ。てか毎回キャンペーンも、まあ多分ね、まあ高くすることはできないじゃないですか、ジェットスターって。安、安い、安いっていうことを売りに売ってるのでね。ジェットスター大変だなと思いますけどね。うん 安いよ、ね、売ってるんで、まあ、安くするしかないですよね、セールスで。うーん。まあ、今回ね、その、手取り14万を、まあ、ま、ま、一撃で抜け出すため、一撃っすね。一撃で抜け出すためには、まあ、バックエンド商品作りましょうってことですね。バックエンド商品。この前も僕ね、あのー、30万円ぐらいのバックエンド販売したんですけど、 で、それで売り上げで200、着金二金2十二百4 0万か。で、2人はね、ちょっとお問い合わせが来て、もうちょっと待ってくれみたいなね、なんか感じで来てたんで、まあその2人ももうちょっと待って入金されたとするならば、まあ300万ぐらいですかね。うん。僕がその、なんだ、ちゃんとその、うん、売り上げをね、いほ売り上げというか他の人と違う生活ができる理由としては、まあ、 正直その再生数が少ないわけですよ。客数も少ないです。なのでまあバックエンドをこう売ってるんですよね。で、バックエンドを売らないと多分僕死ぬんで、まあ GTR なんか所有できないですよ。うん。あ僕はそのなんだ、毎月商品売ってるんですけど、バックエンドに関しては今ペース的にまあ3ヶ月に1回ぐらいですかね。つまり年に4回ですよね。じゃあこれまあ年に4回あるじゃないですか。 で、その前にフロント商品みたいなの売ってるんですよ。じゃあ、この年に4回ある資産12ですよね。3ヶ月、うん三、うん、ヶ月に1回ぐらいのペースですよね。で、年4回ぐらい。で、ここで2、2 300上げとけば、えー、300、300万が、えー、4回か、3、4、12、1200万ですね。で、1200万プラスフロント商品の売り上げも入,入れると、うんまあ、2000ぐらいかなと。 いうとこですね、年間で。うん、だから年間で1000から2000の間をこう行き来するみたいな、僕はそういうスタイルなんですけど、今ね。うん。どうですかね、手取り14万だったら、年間で、うーん、まあ、もう、入ってくる金額が年間で140でしょ ?160、170ぐらいですか。 170万と、じゃあ、まあ、1000万ぐらいだったら、まあ、全然ちょっと開きちゃいますよね。うん。だからね、やっぱね、高い商品を扱えるようになるっていうのが、まあ、早い最短の方法ですね。だってまあ、あ客数集客できないですから、なかなかね。うん。で、久保さんもなんでね、その3年で1億3000万ぐらい上げられたのかっていうと、このバックエンド商品をね、売ってたからですよ。 これ売ってなかったら1億上がんないですからね。久保さんがね、あのー、3、今、即価塾頭金3万円でやってますけれども、こう、ずっと3万円でもし、昔、今、陰居だから3万でやってるんだけど、昔はね、19万8000円でスタートでしたから、ね。これ3万円で1億稼ぐってさたら何人売らないといけないんだ ?3 万円で1億3000万でしょな、何人ですかね、久保さん。3000人 ?3000 人で、 9000万か。で、4000人か5000人、5000、千千人ぐらい、5000人売ったら3万5000人売ったら、一応5000万か。いや、なかなかね、その、Facebook でそもそも、あの、まだね、久保さん、1000人もいなかったと思うんですよ、友達ね、あの時。数百人でしたね。友達数百人のリーチで5000人売るとか無理でしょ。<laughs> だ久保さんが、あの、本当に億万長者になれた理由は、バックエンドを作ってたと。だ一回報告もらったので、 なんだっけな ?3 時間で600万だっけななんかそのセミナーをやってバックエンドを売ってね。で、100万円ぐらいのバックエンドを売って、6人ぐらい買って600万みたいなこと言ってたような気がするんですけど。だからそのバックエンドもガンガン売ってましたから、前。うん。だからそっか塾19万8000円が、これが結構大きい、あの、うん、スタートラインじゃないですか。久保さんが1億を3年でいく、結構その大きな、うん、分岐点というか、分岐点というか、 まあ、ターニングポイント、速下軸を19万8000円としてリリースしたっていうのが、これが1億に向けての大きなスタートラインだったんじゃないかなと思いますね。なんで、あのー、手取り14万。だって手取り14万の人がね、そういう19万8000円の商品ね、売れたらね、もう手取り以上やんみたいな話で一撃でね。一撃でそれじゃないですか。 うん、じゃあその商品をどうやって作るのかとかね、えー、その商品をどうやって売るのかに関しては、まあ、ドリームアカデミアに入るのか <laughs> ドリームアカデミア入るのかこの速化塾あなんだこの億万長者合宿のやり取りをね何万回聞いてる聞くっていう、まあ、そしたらどっかで話すと思って、まあ、久保さんが次のねターンでねそのバックエンドの作り方とかね売り方っていうのはね もしくは自分が100万円ぐらいの商品を3時間で売った時の事例だったりとかね。まあそういうの話してくれるかもしれないので、今後ご期待ですね。いってらっしゃい。